は殺し合いでもしてみるか。こんな道具で他人を操った、おめえは一体何をしたんだ。海賊どもを一掃するまたとない好機じゃ。まとめて葬っちゃるわい。大海賊ども、海軍本部に戦争を仕掛ける。麦わらのルフィ、協力して敵を殲滅するぞ。ここから先は俺の時代だ。相手がお前だろうと負けねえ。俺は海賊王になる男だ。もはや大海賊同盟は虫の息。白ひげと麦わらも一気に潰すんじゃ。麦わらのルフィ、もう逃がさないよ。おとなしく捕まるといいよ。お偉いさんの言うことなんぞクソくらいだ。俺は俺の正義に従う。逃がすか不当ども。わしゃ海軍本部中将じゃ。悪縁もえ、俺も麦わら白ひげ連合に入れてもらおう。少しは役に立てる。このやり方が絶対に正しいとは言わねえ。正義なんてのは立場によって形を変える。だから誰も責められやしねえ。仁義のためわしは戦う。この命などくれても守るべきものは守る。ほら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 、ゴーストプリンセスがガストに来やる。問題は任務を続行する。海賊には海賊の話の通し方があるわ。俺は弱えやつとは組まねえよ。我は神なり。世界政府が奴らの首を欲しがって我が大海賊同盟の名を挙げるチャンスだぜ。あの者たちに時代を委ねれば世界は暗黒に包まれる。強き者たちよ、共に戦うことを約そう。やろうども、これが最後の戦いだ。本物の海賊は誰も支配しねえし、支配されもしねえ。この海で自由に生きるって決めたやつを海賊って言うんだ。だからそういうやつらから自由を奪おうとするお前を俺は絶対に許さねえ。この魔物をヘッドホーク。踊れ、何のつもりじゃ。